はい、皆さん、こんにちは。吉泉です、えー。今回はですね、ワードプレスのプラグイン、オールインワン WP ミグレーションというプラグインの使い方について説明していきたいと思います。はい、このプラグインなんですが、ま、世界で500万人以上の方が使用している人気のワードプレスのプラグインでして、えー、このオールインワン WP ミグレーションはですね、主に2つの目的で使用します。はい、今回はその使い方について説明します。はい。 まずですね、この二つの使い方の中で一つ目、このサイトのバックアップですね。はい。これができますということですね。バックアップってまあ何かっていうと、こう、ワードプレスってカスタマイズ中にこうデータを消失したりとか、まあ人間のシステムがあるゆえに、こう、ハッカーのね、ターゲットになりやすかったりするんですね。まあいつ何が起こるかわからないリスクがあるんですね。なんで、あの、万が一の時に、こう、サイトのデータをバックアップ。まあ、 サイトのデータを一つにまとめたファイルをですね、こう、自分の手元に持っておくことで、その時点のファイルまで復旧することができるっていうことなんで、まあ、その準備をすること結構大事なので、こういうプラグインがありますということですね。またですね、WordPress 自体とかプラグインに大きな更新、メジャーアップデートっていうんですが、これがあるときも念のためにバックアップを取ってから更新をするっていうことが大事になってきますということですね。 あの、メジャーアップデートって何かっていうと、まあ、例えばワードプレスのバージョンの中で5.9っていうバージョンがあって、そこから6.0とか、そういう,こう5から6に変わるとかっていう時って結構大きなアップデートなんですね。まあこういう時っていうのは、あの、いろんなワードプレスの中身とか機能とかって結構変わるんですね。なんで、あの、不具合が起こったりすることもあります。なので、先にこういうバックアップを取ってから更新をする。 ということをした方がいいということですね。はい。はい、ということで、えー、サイトの、ね、バックアップの手順なんですが、まあこの流れで、この流れでやりますね。開発環境というか、まあ、自分のサイトからこうデータをエクスポートっていうふうにします。はい、こうやってサイト全体のデータが。で、データをダウンロードしていきますということで、自分の PC とかパソコンに保存しますよという流れでやっていきます。 ちょっと具体的な手順をお伝えすると、はい。では、まずですね、えまあプラグインをインストールしてない方はインストールしてくださいね。まず、プラグインの新規追加、オールって調べると、えプラグインが出てきます。オリンワ WP ミグレーション。はい。これを有効化。インストール済みであれば有効化って出てます。はい。インストールしてない方はインストールするって、今すぐインストールするっていうボタンが出てますからね。はい。それを押してから有効化してください。 はい。で、次にですね、all-in-one WP migration、この左下に出てきます。はい。この中でバックアップっていうのが出てきますから、バックアップって押します。はい。そうすると、こういうふうなページが出てきますので、ここからバックアップを作成でします。はい。そうすると、こういうふうな感じでね、あのボタンが動いてるのが出てきます。はい。でこれを押すと、パソコンの方にダウンロードっていうのができます。はい。 あのパソコンのダウンロードしなくても大丈夫です。実はこのしなくてもサーバーの方に保管されているので、あの、いざというときはサーバーの方から取ってくることもできるので、パソコンの容量を圧迫したくないっていう人は、ダウンロードしなくてもいいです。私はあんまりダウンロードしないんですけども。はい。で、えっと、このバックアップの画面ではですね、過去に取ったバックアップもこの一覧で、 出てきます例えば10分前、まあ、9分前ですね。9分前に,でにバックアップ取ったやつとかをここに出てます。はい、こういう感じでこう日付が出ていって、いつのバックアップとか分かるんですね。で、この右のボタンでこのダウンロードっていうのもできるんですね。例えば過去の1年前の状態に戻したりとかっていう場合がもしあったとしたら、こういうところからダウンロードして、でそれで戻すことができると。まあ、復元っていうこともできます。 ここでバックアップのラベルの設定っていうのがあります、はい。ここで今書いてあるんですが、この公開前のバックアップみたいな感じで名前を付けることができるんですね。うん、なので何のためにバックアップを取ったかどうかっていうのもここで確認できるんで、まあ、例えばメジャーアップデート前のバックアップみたいな感じでその名前を付けてあげると管理がしやすくなると思います。はい、結構だあの便利だと思いますね。はい まあそんな感じでえサイトのバックアップができますということですね。はい。二、はい、つ目のえ大きな使い方として、このサイトの公開と引っ越しですね。はい。まあ、ウェブ制作を仕事にされている方とかは、クライアントのサイトを制作するときに、開発環境の中で制作して、その後、公開環境にデータを移行するっていう一連の 作業があると思います。まあ、その作業にもですね、様々な方法があるんですけれども、まあ、こ,のこのプラグイン、オールインワン WP ミグレーションを使うことで簡単に安全にサイトの公開作業をすることができますということですね。はい。まあ、実際のね、制作の中では、まあ、先にもう,こう公開環境の中でもう作っていくということももちろんあるんですけれど、一般的なのはその制作環境、開発環境の中、 で、まず作ってから移行するっていうパターンですね。はいまあ、例えばこの、えー、dv-yosism.com という開発環境があったとしたら、えー、さっきと同じ要領ですね。バックアップでデータを取ってきた感じでデータをエクスポートします。はい、このサイトの全体のデータっていうのを、a l l i n e w p m i g r a t i o n の,の機能でインポートという機能がありますので、これで、えー、公開環境の方でもインポートするということですね。 という流れで、えー、具体的な手順をじゃあお伝えしていきたいと思いますが、まず2つのワードプレスが必要になるんですね。えーまあ、開発環境のワードプレス。これはまあ作ってるんで当たり前にあるんですけれど、はいえー、まず1つ目のワードプレスですね。で、もう1つ目のワードプレスが入ってるサイトが必要ですということですね。でこれ公開環境のサイトっていうふうにしてます。つまり、この1つ目と2つ目のワードプレスが必要なわけなんですね。はい これはまっさらなワードプレスですね。何もしていない。何の、何のいじりもしてないワードプレスですね。はい。このまっさらな状態のワードプレスを一つ用意しますということですね。はい。で、ここからですね、エクスポート。オンインワン WP ミグレーションのエクスポート。で、エクスポート先でファイルっていうふうに呼びます。はい。で、ここで、えー、やると、こう、まあ、さっきと同じようにダウンロードができるわけですね。で、今回はダウンロードしてくださいね。 あの、さっきのバックアップでは、あの、データダウンロードしなくていいって言ったんですけど、あの、今回はね、ダウンロードしといてください。はい。で、ダウンロードしたら閉じてしまいまして、で、公開環境のサイト、こっちの方ですね。新しいワードプレスの方で、all-in-one WP migration。で、えー、インポート。ここですね。インポートがあります。ちょっとね、なぜか英語になってるんですけれども、あの、皆さんの 画面ではこのインポートっていうのがあると思いますから、インポートをしてください。はい、うん。これちょっと英語にはなってしまってるんですが、皆さんの画面ではこういう形になってると思います。サイトのインポートっていうのが出てると思います。ここでインポート元っていうので、このファイルっていうのを押していただければ、えー、今ダウンロードしてきた、この、えー、バッエクスポートしてきたこのファイルですね。これを選んで開くってします。 そうすると、インボートの作業が始まります。ということですね。はいで。今回ちょっと開始、あの、開始って押しませんが、これ開始って押したら、新しいサイトの方に、えー、今の、この開発環境のサイトを丸々コピーされたもの。同じものっていうのが出来上がります。はい。そうすることによって、開発環境で作ったサイトが、公開環境に移行することができますよと。ということですね。はい。で、ちょっと注意してほしいのは、えっと、この、 まあ、アップロードファイルサイズっていうのが、あの、あるんですね。最大アップロードファイルサイズっていの300メガって書いてるんですね。これは使ってるサーバーによって、えっと、変わってきます。はい。で、あの、例えばですね、X サーバーは私は使うんですけど、X サーバーだと1ギガっていうふうにもともとなってるんですね。で、1ギガあれば、まあ、大体のサイトはインポートできるんで、問題ないかなと思うんですけれど、 えっと、ロリポップとか、桜とかだったら、まあなんか何十メガとかそんなぐらいの感じの設定になってるので、まあそれをこう、まあここにも書いてますが、最大アップロードファイルサイズを上げる方法っていう風な、クリックするとですね、こ手順が一応書いてあります。で、この手順についても、まあ動画で説明があったりしますが、まあ英語で説明されてるんで、また私の動画で、別の動画でですね、説明したいと思うんですけど、うん。まああの、 最大アップロードファイルサイズを上げてあげる必要があるんですねで。そういう作業が必要になるので、まあそれはまた別の時に紹介します。はい。まあそういうところあることだけちょっと注意してください。はい。っていうところですね。で、これでインポートの作業が完了したらサイトの引っ越しができますよというところですね。で、一応、まあエクスポートの時にオプションというのが付けられます。はい。ここで高度なオプションってクリックするとこういうふうに うん。あの、パスワードで保護するとかっていうのをちょっと最近新しくできたみたいですけど、このエクスポートしないっていうのを選べるんですね。まあ、例えばその、このこう開、開発環境ですね。開発環境で作ったサイトの中で、プラグインはいらないなとかっていう時とかは、ここをクリック、チェックして、えー、エクスポートしてあげるといいと。テーマもいらないなとか、いらないものをチェックして、 やると、そのデータは、あの、エクスポートのファイルには含まれないっていう形になるので、まあ、ここで、あの、そういう調整ができます。何も別にチェックをしてなかったら、すべてのサイトの、このね、すべ、今作っているこの開発環境のサイトのデータっていうのが丸ごと、丸ごと一つのファイルにまとまってや、あの、エクスポートされます。はい。まあ、ここでそういうオプションが選べますというところですね。 はい。えー、まあ、サイトの引っ越しの手順についてのもっともっと詳しい内容っていうのは、ちょっと別の動画でも紹介したいと思いますが、えー、今回はですね、このオールインワン WP ミグレーションの使い方、主な使い方について説明をしていきました。はい。えー、また、えー、他のプラグインとかも取り上げていきたいと思いますので、はい。ぜひ別の動画もチェックしていただければと思います。はい。ということで、吉住でした。 ご視聴いただきありがとうございました。